10キロランニングするよりも効果的に痩せるプッシュウォーク紹介します。効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。今回のメニューのいいところがですね、力がかかったまま引き伸ばされる効果的な筋肉収縮を使ったウォーキングメニューです。片足でバランス取るだけなのに、毎日走ったり歩いたりするよりも自宅で動画を見ながら痩せることができます。スマホ目の前に置いてもらって一緒にやりましょう。まずは片足立ちの状態でキープするだけです。この状態でキープしてください。片足立ちっていうのはすごい下半身の強化にもなるし、体幹が鍛えられ、腸腰筋が伸ばされ鍛えられ、体を変えるメリットがものすごいあります。バランスを崩した場合はですね、足をついてスクワットしたら帰ってください。これがルールです。頑張っていきましょう。はい、足を変えてやっていきましょう。ちょっと余裕があるよっていう人は、立ってる足をちょっと屈伸運動してみてください。まずはウォームアップです。これだけでも結構体幹が鍛えられてね、姿勢が良くなり、お腹もすっきりしますし、そっと出ているお尻がねキュッと締まりますからね。こういうね、ちょっとだけ呼吸が乱れるっていうのが一番脂肪が燃えます。 OK。 そこに加えて足の指の力もつきますから、足のラインがすっごい良くなってね、スマートになってきます。今度は足を上げたら振りましょう。上げたり伸ばしたり横にしたり、自分でバランスを悪くなるように足を動かしてください。それで崩れないように切る。もしバランス崩れたらちゃんと1回スクワットをしてください。これで運動効果がさらに上がっていきます。バランスを悪くしながら OK。 じゃあ反対足も同じようにいきましょう。これでキープですね。この休憩時間をね、休んでくださいね。余裕があるよっていう人はね、反対の足を曲げたままでやったりとか、曲げたり伸ばしたりしたりとか、手をしっかり振ってみたりとか、バリエーションを変えてみてください。この次メインイベント、プッシュウォーク入っていきます。自宅で簡単に痩せますからね。はい、じゃあプッシュウォーク紹介します。ももを上げたら手で押す、で足も下ろす。一回ね、足を押してみてください。すぐには足が戻りませんよね。同じ足ばっかりいきます。押してもすぐにね、足はね、下に落ちないと思います。これは勝手に頭で押したものに対して反発してるので、普通押したらね、こうやって落ちちゃいますから、ストーンだけど、ちゃんと押してもね、一瞬ももが反発してくれてると思います。ここで力がすごいつきます。 OK。 反対ですね。ちゃんとね、自分で足をグッと押してみてください。一瞬止まりますから、ここに収縮がすごいかかってます。これで腹筋もね、触ってみたら分かると思いますが、グッと力が入ってますからね。腹筋クランチをしている時と同じように、お腹にもグッと力が入ってます。ただね、歩くよりもかなり効果が上がってます。押すことによって胸も鍛えられますし、肩、腕、背中も鍛えられてますから、足を押す。 OK。 今度は斜めです。斜めに上げた足を押す。その時に体をちょっとね、ひねってみてください。
これで腹斜筋使いながら腸腰筋もお尻鍛えられます。同じ足ばっかりです。グッと押します。できるだけね、強く押してください。これで上半身も鍛えられますから、全身運動。これでね、太もも、ジャンプしてる時と同じようなスクワットがね、かかってます。よっしゃー、これも同じようにいきましょうね。ちょっと体をひねってグッと押しますよ。頑張っていきましょう。あとちょっとで終わります。よっしゃ、グッと押して、スクワットとか膝痛いよとかね、あんまり長い時間歩けないとか、ランニングしてるけど痩せないっていう人も一回リセットしてもらって、できるだけ短い時間で効果的な運動にシフトチェンジしてください。食事も減らして運動もいっぱいして、痩せない人はもう痩せませんから、一回逆に戻さないといけません。ですのでこういう運動がぴったり。よーし、 OK。 じゃあ今度はね、クールダウンになります。足を片方抱えたらちょっと体を反る、反対も抱えたら反る。バランスがね、いるのに気をつけてくださいね。足を抱えたら反る。これでね、太もも、腸腰筋伸ばされてますから、姿勢改善や下半身太り、ぽっこりお腹にもね、効果的なね、立ってできるストレッチです。はい、抱えて、よっしゃって、はい、じゃあ最後立った状態で後ろに足を曲げます。かかとにお尻をつけるようなイメージで曲げてください。できるだけ後ろに曲げる、後ろ、水平よりもちょっと後ろに足を持ってるってね、曲げてください。前で曲げたらね、もも上げになっちゃいますから、後ろにももを持っていって曲げる。太ももの前のストレッチともも裏の筋トレになってますから、クールダウンで、ね、呼吸戻しながら、よっしゃ、 OK。 はい、じゃあ最後歩いて呼吸を戻して終わりです。あとちょっとで終わりますよ。この効果的なウォーキングをした後にちゃんとね、こうやって呼吸を戻すね、クールダウン絶対やった方がいいですからね。急に呼吸をね、ピタッと体を止めて戻したらもったいない。まだ脂肪が燃えてる時間続いてますから、運動効果がね、ゆっくりになっても脂肪がちゃんとまだね、燃え続けますから、楽なことでもね、ゆっくりやった方がいいです。はい、 OK。今回のプッシュウォークめちゃくちゃおすすめなんで、毎朝もしくはお風呂上がりや寝る前にゆっくりね、汗出ないようにも結構なのでやってみてください。バランス取れたよとか、難しかったなとか、きつかったなとか、こういった動画作ってとかあればコメントで教えてください。コメントは全部見てます。いつもありがとうございます。